私はピアノを教えて20年ピアノを教えることが大好き。そんな私のもとに本日も体験レッスンが来るということ、どんなお子さんなのかとても楽しみだな。さてさて資料を見てみましょう。フォルテ君、ピアノを始めてまだ数年、小学校1年生。なんかすごいコンクール経歴書いてあるけど、絶対いたずらでしょ。そろそろ来られる時間ね、楽しみ。先生、あ、こんにちは、ポルテです。レッスンを習いたくて体験で来ました。こんにちは。コロナだからいいのよ。 36.5 度よろしくお願いします。コロナ対策ね、ありがとう。ドレミファ先生です、よろしくお願いね。あなたの自己紹介をお願いできるかな。僕は小学校1年生フォルテです。僕の受賞歴は世界ピアノスーパーキッズコンペティションで第1位、ピアノ部門です。一応スーパーキッズ部門で賞を総なめしております。エロン、それ本当なの？だって君まだ小学校1年生でしょ。じゃあフォルテ君、演奏してもらってもいいかな。ドレミファ先生に音楽を聴かせてほしいの。さあどうぞ。まずはハノン、このテンポで。そんなテンポで弾けるの？ドレミファ先生びっくりよ。じゃあもうハノンはいいから、今弾ける一番難しい曲弾いてみてもらってもいいかな。かしこまりました。すごい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 わ、ありえないわ。難しいんですね、ラ・カンパネラ始めてまだ1週間ですが。はい、天才なのね、すごいね。次はちょっとね、ショパンの革命、この曲をフォルテ君の実力が知りたいから、これをちょっとね初見で弾いてみてもらってもいいかな。ショパンの曲を弾いたらいいんですね。左手がこのように進行しているんですね。かしこまりました。計算しろ僕。アレグロコンフォーコ、100のテンポで。左手が加工する。先生、この曲簡単じゃないですか。すぐ弾きますよ。すごい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 、すごいわ、こんな天才な子を聞いたことないわ。今日の体験レッスンありがとうね、ドレミファ先生よ。今日は体験レッスンありがとうございました。本当に先生のレッスンためになりました。世界的なピアノの先生にもう行ってらっしゃい。ドレミファ先生では無理。マチョ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